おはようございます。エンゾーです。9月14日、朝会、よろしくお願いします。まあ、昨日はね、ヒロピーと一緒に CPI ライブを、えー、お届けしたんですが、えー、ご覧にいただけた皆様、ありがとうございました。今日は、えーまあ、今日、僕一人なんですけど、ECB 理事会ライブやりたいと思いますので、えー、お時間あればぜひということで、最大の注目ポイントだった CPI、予想通り総合指数が上がって、コア指数が低下して、 とということで FMC は来週のは据え置きだがもう一度あるかどうか、ここは意見が分かれるところですよね。結論から言っちゃうと GS とかはもう打ち止めだろうと、バークレーズは、えー、年末までに1回みたいな、まあ、そんな予想になっています。で、まあ、先に 英国の GDP もあったんですが、先にアメリカやっちゃいましょうね。8月 CPI、えー、前月比0.2から0.6%に、むしろ上昇しましたね。これ前月比です。あのー、前の月と比べて。一方で予想は0.6だったんで、ある意味予想通りかなと。前年比、これは、あの、昨年の えー、8月分と比べてどうかっていうと昨年の8月から比べると3.2から3.7こちらも上昇しましたねで予想は3.6なんで若干予想を上回りましたがでも一応、あのー、予想の範囲内というか方向性は同じだった一方でコアシスこれは、あのー、エネルギーとか食料品とか値動きがバンバン毎日変わっちゃうような 品目なんで、これを除いた CPI は前月比0.2から0.3%。こちら若干上昇しましたね。予想0.2でした。ただ、前年比で見ると4.7から4.3%。結構急、結構大きく落ちましたよね。これ予想4.3ということで、ある意味、あのー、予想通りだったっていう感じで、えー、FMC に関してはちょっと分かれるところということで、内容を詳しく見ていきましょう。 こんな感じになってますね。これ全体指数、総合指数ですね。ずっと下がってきたんですけど、ちょっと上がってしまった。で、これを見ると、これがオールアイテムズっていうのが、えー、総合指数で、一時9%ぐらいだったのが、直近まで3%まで落ちて、えー、若干。で、こっちはクワ指数、なかなか落ちなかったんですが、 ようやく春ぐらいからこう落ちてきてなんかあの移動平均の短期と長期みたいな感じで実際物価も総合指数の方が変動の激しい食料品とかエネルギーを織り込んでますのでこっちが短期の動きが来るんですね一方それを除いた分っていうのは 物価、えーと、緩やかに上昇したり下落するんで、こっちはやっぱり長期の移動平均線と見ても、お考え方としては間違ってないかなという感じですね。じゃあ、何が、えー、と動いたのというところなんですが、これ、前月比で、ここが前年比になります。で あのオールアイテムズっていうのは0.2から0.6に上がったその中で何が上がったかなと思うとやっぱりここですよねエネルギーというところが0.1から5.6に前月比であの前の月と比べても7月と8月比べても5%になったでガソリンなんかも0.2%上昇ということですごく沈静化されてたんですがこれが10%も上がってしまったやっぱりここに限るっていうところですよね あのー、サウジの、まあ、オペックプラスの減産が続いていてそれの影響が出てきたということで今回はやっぱりまるまるここの部分が、あのー、上昇したなということが分かります、まああのーまあ、食料品も、まあ、0.2っていうふうに高止まりはしてますけどね、うん、でやっぱりエネルギーでしたねというとこですね一方でこのオールアイテムズレスフードエネルギーっていうとこで、まあ、ここは4.3%に 低下したわけなんですが、えー、前月比で0.2から0.3、何が変わったのかなというふうに見ると、そうですね、えーまあ、ニュービークル、新車なんかもちょっと上がったし、ミューズとか、あのー、中古車、まああのーまあ、相変わらず下落してるなということで、これは。 も,うものが出てきたんでしょうねですから年率で見ると6点マイナス6.6%下落一方で新車2.9%上,上がってるということで半導体の供給不足で新車が出なくてその分中古車がすごく売れちゃったっていう部分の調整が起こってる感じはしますよね。 あとは、えー、とシェルター、えーと、家賃のところが0.4から0.3に低下したんですが、まあ、依然として7.3というふうに高いですよという、あとトランスポーテーションサービス、これ運輸ですよね、ここが前月比0.3だったのが2%曲がってる、年率で10.3%になってしまってるということで、ここら辺はやっぱりガソリン価格が上がったんで、当然、あのトランスポーテーションなんかは、えー、上昇するっていうのが。 わ、えー、かりますよね、うん、そんな感じだったわけなんですがただ物価の傾向としてはこの原油価格の上昇はかなり嫌、あのー、というか、まあ、日本もそうなんですけどそれでドル円がちょっと上がってる部分っていうのもあると思うんですけど、まあ、原油価格はしょうがないっていうことでただ物価全体の動きとしてはやっぱりこのコア指数が低下してるように急速にこう低下しましたよね。あのー 継続物価の下落は継続してるよっていうことでこれを受けて多分債券市場ってそういうことを織り込んだんでしょうねやっぱりヘッドラインで一瞬 5%2 を2年債利回りなんですが2年債利回りっていうのは金融政策を占う上ですごく先行性があるっていうかまあ,あの見ておかなきゃいけない債券利回りなんですがどんん上がったんですけど結局 4.97%まで低下したということで、昨日より下がってしまってるということで、これを見ると、ちょっと物価がエネル、あのー、原油価格とか上昇している物価をそれほど気にしてないのかなみたいな感じがしますよね。10年債利回りも一時4.35%まで発表直後はいったんですが、その後、ずっと低下して4 1> 1時4.24%まで低下。これも昨日とかおとといとかその前、上がる前のレベルまでこう来てるんで CPI を受けても再権利回りの上昇が見られないんですよね、まあ、これは折り込んだと呼ぶのかどうかというところなんですが、ですから GS なんかはもう売り上げはないよということで、フェドウォッチなんかを見ると、来週に関しては97%、もほぼほぼあのもう、 やんないいいって見て見もいいでしょこれもしやったらマーケットめちゃくちゃサプライズなんでむしろドル上がっちゃいますよね。こう要はその一番マーケットを占う上であの相場をこれをファンダをどういうふうに落とし込むかっていうのは皆さん難しいと思ってると思うんですよね。これ難しいと思うんですけどこうなってくるとやっぱりポジションがこれでもし傾いた場合。 これで利上げをもし来週したらめちゃくちゃドル高になってしまうという、あのあもう来週はないねって、もし売ったとしたら、でもあまり売っても下がらないんで、今はこれ、金利が高止まりになってるんでね、まあ、そういうことはないんですけど、例えばの話で、そうじゃなくて、めちゃくちゃこう予想が偏ってて、ポジションもすごく偏っているような時に、それと違うサプライズが起こった場合っていうのは、えー、要注意なんで。 まあそこら辺のポジションの傾きっていうのを予想するのがまあ当然ですけどマーケット予想することなのかなということでただ最近の中央銀行ってあまりサプライズを起こさないんでまあこれをこう織り込ませるようにいろいろコメントを言ったりニック・ティミ・ラオスみたいな、えー、フェードウォッチと呼ばれるウォール・ストリート・ジャーナルの 記者を使っっってててて誘導していくっていう手法は取ってますよねただ11月12月はまだ45%と50%なんでここフィテヒフティなんですよねだから利上げが1112に今後あってもおかしくないぐらいのこれは予想値というところですねはいそんな感じで、えー、ございますで 英国の GDP 悪かったですね、これ0.57、あのー、月分なんでこれ6月の0.5から7月はマイナス0.5っていうところでマイナスになっちゃって大きくこれは減速しましたよね予想マイナス0.2でした前年比は0.9から0予想0.4ということでかなりこれ悪化した悪い最大の落今年最大の落ち込みっていう感じで 英国やっぱり物価が上がってるんであの先月分のところで医師や学校職員のストライキが結構あったということでここの部分とあと雨が多かったんで小売とか建設が減速したっていうのが、えー、あのこの英国の GDP の落ち込みの原因になりました。でポンドはどういうういい動きしたかというと ここですね発表直後に1.2490ぐらいだったのが一気に2440ぐらいまで落ちて、まあ、その後上昇していったということでむしろあの指標発表 CPI を受けて上昇したという感じになりましたね、まあ、ポンドどんな感じになってますかねこんな感じでやっぱりちょっと1.25割あたりでもみ合ってるっていうところなんですよねここもちょっと悩ましくて あのー、ユーロドルの1.07と同じように、あのー、これまでの要するに安値1.2550たりをこう下抜けしたんですけどやっぱりその手前ぐらいまで戻るんですよね今そこら辺の動きになっているまあユーロをお見せしましょうかユーロも似たような動き1.0760たりがこれまでの安値だったんでそこを割り込んで1.06の 85ぐらいまで行ったんですが、戻るんですよね、その途中まで。で、今ちょっと攻め上げてるということで、まあ、ユーロ,ロに関しては、今日の ECB 理事会で方向性決まるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、これを受けて、えー、昨日のアメリカの4指数は、まあ、ちょっとまちまちで、ダウなんかは、えー、70ドル安。ナスダックが 0.29%上昇、SP500 も0.12%上昇、ラッセルは0.66%下落という、そんな感じになりましたね。ちょっとまちまちの動きだったという感じです。で、えっ、ー、とまあ、ちょっとこれ、邪魔くさいですね。で、あの各この指数を見ると、まあ、こんな感じで、マイクロソフト、エンディビディア、グーグル、Google まあ、ここら辺、テック系。 ちょっと上がりましたよねでアップルが下落ということでまあ、そんな感じになってますで新聞チェックということで FRB 年内利上げ議論継続物価賃静化の見極め難しくということでまあ、ここら辺はうーんまあ、ちょっと来週の FMC でねあのー、パイウェルさんなんていうか見てみたいですよねこの物価に対してどういう反応をするのかただうんここまでの えとフェドというか発言今ブラックアウト期間といって FMC の前っていうのは2週間ほど発言をしちゃいけないんですよねあのフェド関係者はね。あのそれでやっぱりニクティミラウスとかそういうフェド版の記者を使って、えー、少しちょろちょろ情報も出したりするんですけど、まあ、コンセンサスとしては仮に。 11月、12月、利上げがなかったとしても、これで打ち,打ち止めだったとしても、ハイヤーロンガーということで、高い政策金利を長い間据え置いて、えー、物価が再度上昇しないようにしていくだろうという、まあ、大体の方向性としてはそういうふうにするだろうということは、もうマーケットも割とこと理解してるんで、やっぱりそれは変わらないと思うんですよね、まあ、それがウェットウォッチに出てるなということで。 仮にここもう一回利上げをしたとしてもそこで打ち止めでむしろ利上げをしなくてもこれどん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 利上げ期間が、えっと、後ろ倒しになってごめんなさい利下げ期間が後ろ倒しになってくということでまだこの6月7月で利下げがあるかもしれないっていう予想が出てきてますけどまあそうは言ってもこのまだ決め打ちできるほどのしっかりした予想ではないんでこれがどれだけ続くかっていうのが来年の あのドルの方向性を決めるポイントになってくると思うんですよね。これがめちゃくちゃ物価がてあの低下して雇用も減速してっていうことでこれが5月とかにさすがに3月はないかなと思うんですけど、えっと、5月とかにこう前倒しされるようであればやっぱりドルの下落っていうところが見えてくるんですがむしろこの6月7月も無理で9月以降というふうになるとすれば。 えー、ドルが高止まりする期間が長くなるんで、えーまあ、そう、ドルは高止まりするんじゃないかという感じになってくるかと思います。それで、一方で、そういう中で、今日の5本じゃないんですけど、あのお疲れサマーズさんは、こんなことを言ってますね。金融当局が2回以上利上利げに動く可能性もある 株式は将来の落款予想に基づいて価格水準、基づいた価格水準になっている可能性があるということで、警鐘を鳴らしたということで、景気低迷を、うん、回つ,つインフレを沈静化させられるという、過度の落款を抱かないように警鐘を鳴らしましたというところなんで、さてさて、その様ま,さ,まさんがおっしゃるように、あと2回、 利上げがあるとなるとちょっとさかなりサプライズですよねあと2回利上げとなると5.75から6なんでそうすると政策金利が6%に近づきますよねまあ、そうなるとやっぱりさすがにあのもちろんそこまで景気が良くなって企業業績が良くなるんで株価が上がるっていうまあ、そういうロジックもあると思うんですけど うんあと2回利上げするとさすがにちょっと株価もあの耐えられないかなっていう感じはするんで、まあ、そこら辺サマずさんが当たるのかどうかというところですねまあささん20代でハバード大学の教授になった、まあ、天才と呼ばれた元、えー、と財務長官でありますのでなかなかあのまあ 未だに影響力を持ってますね今朝のご本がねちょっとあんまり面白くない記事なんですよねあのうんコアシスのまあ話とか IPO ソフトバンクの IPO アームですよね、まあ、これが51ドルに設定したとかシティグループがまあ人員削減、まあ、これ外資系金融っていうのは毎,毎年人員削減はしてますんでねあと中国の見解ということでもうね報道官は外国ブランドの購入 なんかを禁止する法律や規制を発行してないよということを言ってるということなんであまりちょっと面白い記事がなかった。むしろこのうーんこのシェブロンのガソリンスタンドのこの写真っていうのがなんかガソリン価格なんですけどこの写真っていうのがなんかホテルカリフォルニアってご存知ですか？イーグルスの曲のえっ、ー、とホテルカリフォルニアの、えー、ジャケットに,に似てるなと。 これなんですけど、ちょっとま、全然違うんですけど、このヤシの木っぽいのがあって、ホテルっぽいのがあって、みたいなのが、ちょっとこれ似てるな、みたいな、一瞬パッと見はそう思ったんですが、まあ、あんまり関係ないなって話ですよね。まあ、ホテルカリアフォルニアに関してはちょっと面白い話があるんで、今日、石火理事会ライブでお話ししたいと思います。というところですね。あと、じゃあ、それぞれ見てき、あ、あとね、そうだ、大事な話をしなきゃ。 理事会、えー、今回、ECB 理事会で、えー、っと月初に関しては据えー、末置きの確率が高かったんですが利上げ確率はわずか月初は20%だったんですがここにきて利上げ確率が高まっていますよというところで、えー、っと今回は、えー、っと短期金融市場では0.25の利上げが68%を織り込んでますよというところで インフレの上上がががっっってててるる証拠が積みううよなな話になってますねですから、えー、と先ほど言ったようにもし今日利上げが織り込まれるのであればもしかしたらこの1.07抜けなかった1.076070のところが上,上抜けしてそうですね25日移動平均線の位置する1.08の前半ぐらいまでこう戻ってここを戻すと。 もう少し上昇がが加速すする可能性がありますよねちょっとうん冷やしの RSI とかがこうだんだん煮詰まってきては確かにいるんですよね。うん、一方でドルインデックスの動きなんかを見るとやっぱりちょっと頭打ちになってる105のところが頭打ちになっててこちらも。 あ,のあれさえなんかを見るとちょっと頭打ちになってるところがあるんで今日の ECB で利上げがあるともしかしたらドル下落の、あのー、ちょっと引き金になる可能性もある、まあ、一方でちょっとドル円はあまり下がらずにユーロドルだけ上がってユーロ円が上がって、あのー、円安ですねみたいなそういう可能性もあるんで。 この160円の壁ですよね、今、158円の1520なんですけど160円の壁を抜けられるかどうかというところなんで、まあ、ちょっと今日の ECB はなかなか昨日の CPI より動くんじゃないかなという据え置きだったらね、当然、ユーロあの結局据え置きだとここが抜けられない1.07の6070が抜けられないなということでもしかしたらもう一度再度。 この前回休むの5月31日の1.063035あたりをこう試しに行く可能性はあると思うんでちょっと今日は見物ですかねというところですねはいえーということであの今日は ECB ライブ8時半ぐらいからかなやろうかなと思っていますのでもしお時間あればというところでえお願いいたしますはいえーと 毎度宣伝で申し訳ないんですけど、あのー、そうですね、YouTube のメンバーズも始めたんで、まあちょっとサロンの方がお高いんで、ちょっと安いバージョンをご用意しましたんで、もしご興味あればというところです。はい、えー、っとー、あとはこの動画良ければ、えー、いいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、えー、ECB ライブ、夜お目にかかりましょう。